はい、こんにちは、ヤスです。今回は危険な合気道の技3選っていうのをやっていきたいと思います。で、まあ危険だってことで首狙うのが多いんですけど、危ないんで本当に覚えたとしても瞬間的にかけたりとかやめた方がいいです。実際この危険な技とかやって手足しびれるようになっちゃった人とか知ってるんで気をつけてください。ということでやっていきたいと思います。まず一つ目、首折りです。バーンってタックルしてもらうときですね。バーンで、ここにこう顔があると、バーンって来たときに、まあ、プロレスとかあったらここの首のとこ締めたり、頭のとこ締めたりとか、あとまあ首をこう普通に締めたりすることもあると思うんですけど、顎ですね、この顎のところにこうかけます。で、もう片方の腕でこう上げるんですけど、そのとき首が頭のとこが下に向いて首がこうねじりながら上に上がるような感じにして、これバーンって上げると首が折れます。折れるっていうか結構損傷を与えます。これ結構本当危ない技だから、あんま使わない方がいいですね。まあ、ただこれだけなんですけど、結構意外と言ったら難しいです。角度とかうまく調整しなかったらちゃんとこう折れるようにいかないんですよね。次は逆出す気っていう技ですね。逆出す気はまあパンチしてきたところこう入っていって、ここでこう首をロックします、手で。原理的にはこっちの手で首をこっち側にこう持ってきつつ、頭で逆側にこうずらしてあげるって感じ。こっち側にだから首がこうこっち行きながらこっち行くからダメージを受けるんですね。でこっち添えてあげて、このままグッてこれます。でこれで結構首いくんですけど、その後倒しますね。倒す時もこう首ガンってやるように倒して、倒した後もうこのまま首締め続けてこうグッてやります。まあこれもまあ、合気道の中では結構使える方の技だと思うので、やってみてもらえたらと思います。で、もう一回だけパンチしてきて、受けて、受けながら、避けながら受けながら入って、で、もう締める。で、落とす。ですね。最後、一本担ぎ。これは本当に肘を簡単に破壊できる技なので、やめた方がいいです。で、まあ、自分で掴んでもいいし、パンチしてきたのもやってもいいんですけど、まあ、自分で掴んだとしたら、こう右手で右手掴んで、このままこう入ってきます。で、こう肩でこう担ぐ。で、あとはこう肩を添えて、まあ見たら分かると思うんですけど、簡単に折れるんですね。この後バンとこのまま引けば、で、この時にこっちの手を下げつつ肩を上げます。するとこう両方の効果で簡単に折ることができます。で、こう折った後はもうこちらに投げ捨てる感じ、バンってやる感じですね。で、月のバージョンでも同じで、こう受けて、掴んで、あとはもうこう入ってくる。バーン。で、あんまりこう、自分が立ちすぎるとダメです。角度が相手が上に上がるようにしたかったら、結構逃げられるんで、こう、自分が下になる。で、バキーンって折って、ターンって叩きつける。こんな感じで、危険な技3選でした。まあ本当に、相手の体結構それでダメになっちゃったりするんで、練習だけにしといてもらったらと思います。今回これで終わります。ありがとうございました。